津の趣味部屋へようこそ。今回もね、開封動画撮っていきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら、ババンのね、はい、呪術廻戦ステータスカードコレクション第1弾ということでね、前回ご紹介したワンピースのステータスカードコレクション、はい、あれが本当良かったんでね、それで呪術廻戦も出てるっていうことで、はい、購入しました。何にせよね、もう五条先生がいるんですよ。これ一択ですね、ほぼね。その他に、乙骨、犬巻、七海もいいね。そこら辺狙いですね。はい。こちらも今回は、全中五種っていうことで、はい。はい、ということでね、今回も10枚開封したいと思います。では早速ね、1枚1枚開封していきたいと思います。はい、例によってね、金色の袋に包まれている状態ですね。はい、では早速1枚目、頼む五条先生来てくれ。せーの、おー、乙骨来ましたね。術式理科、はい、呪術廻戦はね、表に公開でありますね、はい、技呪言コピー反転術式、はい、で乙骨雄太と、裏は裏も書いてありますね。誕生日とか等級もあるね。で出身地で入学方法、すっげー。特技、好きな食べ物、苦手な食べ物、ストレス、すごいね。かなり詳しく書かれています。うん、これはいい。うわ、いいね、このカードは。うん、はい、1枚目は乙骨でした。はい、では2枚目。はい、いきます。せーの。あー、上吾。はい。上吾が出ましたね。技名とかね、ほんとね、めちゃくちゃ難しい漢字使ってるからね。いや、コミック読み返せばわかるんですけれども、ちょっとすぐには読めねえな。領域展開もあるね。はい、こっちもね、等級発生源で、好きなものとか嫌いなもの、はい、結構知らない情報とか書いてあるんでいいですね。はい、情報、はい、では3枚目いきます。はい、せーの。あ、スクナですね。もう少なかっこいいな、イラスト。うん、かっけえ。技、反転術式で、領域展開、福間水氏。かっこいいなデザイン。はい、では4枚目、いきます。せーの。あ、これは伏黒パパですね。伏黒当時、
術式、術式なし、術師殺し、好き、天与呪縛、フィジカルギフテッド、いいね。趣味ギャンブル、ストレス全員いいね、伏黒パパ。はい、では5枚目ですね。はい、いきます。5枚目、せーの。お、犬巻き来ましたね。犬巻きトゲ、術式呪言。はい、東京都立、東京都立呪術高等専門学校2年。犬巻トゲ、はい、あ、趣味 YouTube なの、初めて知ったな。高専入学方法、家系ラーメンかと思ったわ。自分の知らない情報がわかるんでいいね、これね。はい、犬巻。はい、では6枚目いきます。はい、6枚目、せーの。あ、今度は伏黒めぐみ。はい、術式戸塚の影宝術、1年、技多いね、すげえ。領域展開も使えるからね。出身埼玉なんだ。入学方法も家系ですね、犬巻と同じ。では7枚目いきます。せーの。あ、一瞬分からなかった、ゲートだ。はい、術式呪霊操術、呪詛師、デザインかっこいいな。では8枚目いきます。せーの。あー、まあ人、術式無意天変、呪霊、9枚目。やっべえ、まだ五条先生出てねえな。やばいぜ、これ。はい。はい、いきます。9枚目。せーの。ああ、長宗。はい。赤血槍術。
ジュダイクソーズ1番。なあ、すっげえ技多い。ラスト10枚目。いやー、五条先生来ねえな。まあまあ熱いこれ。頼む、五条先生来てくれよ。はい、ラスト。せーの。ダークギサキ。いやー、五条先生出なかった。出身地が東北のどこかなんだ。分かってないんだね。はい、釘崎の番。はい、ということでね、今回は前回に続いてね、ワンピースのステータスカードに続いて呪術廻戦のステータスカード、はい、こちら全10種開封しましたけど、ダブリはなかったですね。はい、ただ一押しの工場先生が出なかった。これが痛かったな。はい、でも今度このステータスカードシリーズいいね。四つ目買いがありますよ。はい、ぜひ皆さんもね、機会があれば購入してみてはいかがでしょうか。ということでね、今回はこれにて終わりたいと思います。チャンネル登録まだの方はね、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。